吉田さん、まああの世ってのがあるのかないのか、行ったことがない私は分かりませんけども、あの世があるとしてね、そこで思い出話をするにしても、なんか閻魔大王の審査を受けるにしても、生きていくうちに何をやったのか、そしてあの世に、あの世っていうかこの世ですか、この世に何を残したのかってことは、まあ振り返るような気がするんですよね。まあその時に、なんかやりたいことはできませんでした、なんか押し付けられた人生でしたってなると、あんたはじゃあ生まれ変わってもしょうがないよねってことでシュンと閉じられてしまうんじゃないかなと思うんですよ。でも、いや、やりたいことね、徹底的にやってきましたよ、あれもこれもやってきたし、まあ今でもなんか自分のことを覚えててくれてる人がいるんじゃないかな、それがなんか誰かの役に立ってんじゃないかなっていうふうに語ることができれば、じゃあまあ続きやってきたらどうみたいな感じでね、なんか誘っていただけるような気もするんですけど、そんなことはないかな。まあ必ずしも何回も何回も今の人生を繰り返したいとは思わないんですけども、でもね、ああいい人生だなと思ったら一日も長く続けたいし、もうなんか最悪だなと思ったら大して長くも生きていたくないと思っちゃうし、どっちですかね。私はね、こんな素晴らしい人生が送れるんだったら本当に今日終わっても後悔ないというふうな思いもあれば、そのぐらい素晴らしい人生を歩んでるから一日も長く味わいたいという気持ちもあってね、まあ贅沢な悩みですけどね。でもこれからもこの思いでやっていきたいなと思うんですよ。で、生きてる限りはトライできるし、死んだらゲームオーバーですからね、何もできない、本当にその時は何もできない、時代のせいとか国のせいとか金がないせいとかそんなレベルじゃなくて何にもできない、だから金がなくても不自由が押し付けられても白い目で見られても、やっぱりこの地球上でね、自分の人生は自分しか生きてくれないんで、代わりにやってくれる人いないんで、やっていこうかなと思いますよね。じゃあ今回はね、あの世の世でございました。いってらっしゃい。